1933年5月6日、ナチス島によって組織されたドイツ学生協会の学生はベルリンの生化学研究所の前でデモを行う。動物園の記念プレート生化学研究所はマグヌス・ヒルシュフェルトによって1919 19年に設立され、1933年にナチスによって解体された民間の研究所で生生活に関する科学的研究を推進した。 実際には、それは、性的欲求を必要とする、人々の連絡窓口であり、カウンセリングセンターだった。研究所は1919 19年7月6日に、マグヌス・ヒルシュフェルトとアーサー・クロンフェルドによって、設立された。1933年5月6日、ナチスによる、粉所過程で破壊された。この研究所で、ヒルシュフェルトは、19世紀の終わりから医師及び、 献身的な正解各者として、彼が早い段階で開発し、長い間大切にしてきた個人的な夢を実現した。現在の最も不利な傾向に反して、制度化された性科学の確立に科学的に貢献し、この分野の性生活と教育全体に関する、科学的研究の促進のための場所と法的に保護された財政的に安全な枠組みを提供する。 研究所の設立は世界初であり第二次世界大戦後までその種の唯一のものでした。1933年5月10日にオペルンプラッツで本が燃やされその後の差し押さえによって11月に売却されなかった時に免れたもの再計算された納税債務を徴収するためのベルリン税務署によるオークションは遅くともベルリンの戦いの間に可能でした。今日 ベルリンのティアガルテンには、ヒルシュフェルトが買収して改築したフォンハッツフェルト、王子の一時的なパレデビルであるキュービライオアヒムの建物すらありません。ビート・ホバンストラッサさんとインデン・ゼルトン10の角にあった。ヒルシュフェルトの生化学研究所を思い出させるものは、設立から75年後の1994年7月6日に建てられたプレートである。研究所は、 科学研究施設であるはずでしたが、ヒルシュフェルトンの希望と財団の規定に反して、科学施設にはならなかった。何よりも、まず、それは、性的問題についてのアドバイスとすべての、性的障害の検査、評価、治療のための外来施設だった。収集、閲覧、処理のアーカイブとして、また性科学の出版物や、その他の、あらゆる種類の関連文書のデモンストレーションのための、 博物館として競争の20年代のベルリンの魅力の中心だった。医師のトレーニングでは関心のある素人のための教育及びトレーニングセンターとして機能し、ヒルシュフェルトは彼の長い主な従業員のように1926年までアーサー・クロンフェルドを運営する研究所上級医師としてコミュニティカレッジで講義を行った。ベルリンやそれをはるかに超えた 他の教育機関、それはまた、当時のすべての性的改革活動と組織、それらの支持者、そして場合によってはそれを超えた、組織の焦点でもあった。結局のところ、性的欲求を必要とする、人々のための避難所だった。ローレンツ・ファイファー、シュタビレンドデアドイチェンホコシューレフィアライバス文言、オストクチャーデア。 オクシュジョン・ワイダー・デン・アンドイチェン・ワイスト・イム・フルーヤー1933・イン・ジャルブーフ2008・デア・ドイチェン・ゲゼル・シャフト・フィア・ゲシ・ヒテ・デア・スポート・ビセンシャフ・テン・エス・50・フォルティシモ・イン・メモリー・オブ・アーサー・クロンフェルド・ハット・ GT ・ Z ・ボーグワート・ベルンハルト・シャピロ・タルマジー・ラダ・アルザット・ウェグ・バー・イター・デア・ホルモン・ビハンドラン・デ・クリプター・チズモス・イン ブールツオブールがメディジンヒストーラーッシュメテランゲン 23-2004?S393-411 ヒア ?S401-403 ありがとうございます。